皆さんこんにちは。表層の 98% が分厚い氷で覆われており、平均気温が地球上で最も低い場所、南極大陸。厳しい環境下にありながらも、世界中の科学者たちは日々研究や実験を行っています。そして南極には時として驚くべきものが発見されているのです。今回は南極で発見された奇妙なものを5つご紹介いたします。どうぞご覧ください。1. 謎のドーム。南極は年間を通して住んでいる人があまりいません。調査基地や施設があるものの、長期間続けて住んでいるわけではないのです。そのような地で2017年にとあるものが衛星によって発見されました。それは不思議なドームみたいですね。この構造物は大きさが122メートルほどですが、これは一体何なのでしょう。これは古代文明が存在していた紛れもない証拠だという人もいれば、これこそが失われた都市アトランティスですという人も。あなたはどう思いますか？2. お菓子。南極大陸のビクトリアランド北東端にあるアデア岬。ここでとあるものが2017年8月に見つかりました。それはフルーツケーキです。と言っても、それは100年以上経っている代物。アデア岬には1910年イギリスの探検家が訪れたことで知られています。その名はロバート・ファルコン・スコット。彼率いる遠征隊は南極点を目指そうとしていました。彼らは出発前、小屋で生活しており、現在そこは南極最古の建物となっています。家の内部からは100年前の探検用品や肉、魚などの食品が見つかったのですが、そのどれもがひどく劣化した状態でした。唯一保存状態に良かったものは、錆びついたブリキ箱に入ったままのフルーツケーキだったのです。発見者曰く、ケーキは見た目と匂いからは食べられそうというほど綺麗な状態だったのだとか。南極においてフルーツケーキは理想的な高エネルギーの食料です。現代でも探検家たちに好まれているのですが、スコット隊は南極点到達後のキロで厳しい天候に見舞われ全滅しています。このフルーツケーキを持っていれば結果は変わっていたのかもしれませんね。3期。2017年アメリカウィスコンシン大学の研究チームは夏の南極を探検していました。夏とは言っても気温は氷点下であり、とてもいてつく風が吹いていたのですが、南極横断山脈の堆積岩を調査していた探検隊はとあるものを発見します。それは13個の化石の破片。しかも今の南極からは考えられないものでした。13個の化石は全て木の化石であり、約2億6000万年前より古いものだったのです。実は南極大陸は今よりはるかに暖かく深い森に覆われていました。そしてこの地の環境に耐えられる種が生態系を形成していたのかもしれません。事実、2016年には南極の地で約7100万年前の恐竜の化石も発見されています。かつての南極は現代で言えばシベリアの針葉樹林のように凍った木々がたくさんあったのでしょう。発見された化石はボートで5ヶ月をかけて運び、世界の様々な研究所に送られました。現在専門家が葉の化石や幹の年輪を調べているそうです。4. 氷山。2018年10月南極の海で奇妙この上ないものが発見されました。それがこちら、真四角な巨大な氷山です。滑らかな平面と直角からなる完璧な長方形であり、まるで水に浮かべた巨大な豆腐のよう。氷山は長さ2、3キロ、高さは40メートルほどあり、南極大陸周辺に浮かぶ氷に比べればごく一部。直線的な亀裂に沿って氷山が分離した結果、大きく平らな長方形になったと見られています。平らとはいえこの氷山は傷だらけでひびがたくさん入っています。ここでは羽生結弦選手でも華麗に滑るのは不可能でしょう。空洞。2019年1月 NASA 主導の研究チームは南極でとあるものを観測しました。それは巨大な空洞です。
その大きさたるやニューヨークマンハッタン島の3分の2に相当するほど。ちなみにマンハッタンの面積は約60平方キロである。これは山手線の内側の面積とほぼ同じ。ここまでだと空洞の中には巨人が眠っていたり古代の遺跡があったりなんて考えるかもしれませんね。しかし残念ながらこの空洞には何もありません。実はこの空洞は過去3年間で大部分が形成されたものなのです。地球の温暖化で南極の氷河が溶け、それによりその下では大きな穴が開いたのです。その穴の中に入る氷は推定140億トン。かなりの量の氷が短期間で失われています。 NASA 曰く今後も多くの熱と水が穴の中に入り、氷河は予想よりも早く溶けるとのこと。もしこの氷河が完全に溶けた場合、海水面は 0.6 メートル上昇します。またこの氷河の崩壊によって他の氷河まで連鎖的に崩壊した場合、海水面をさらに 2.4 メートル上昇させ、全世界の沿岸地帯を脅かす恐れがあるのです。温暖化を食い止めるために何とかしなきゃいけない時が本当にそこまで来ているようです。いかがでしたでしょうか。未知な場所なだけに気になることもたくさんありますよね。ご感想をお待ちしております。グッドボタンを押していただけると励みになります。チャンネル登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。